配信者同士で飲みに行ったりするんですか？行かない行かない。やつら遊び知らねえから。あのね、これ教えてあげるよ。金は使った分回収しようとする気持ちを持って飲みに行くのはやめた方がいい。な。そういうサラリーマンみたいな考え方捨てて、な、横に、おめえみてえなよ、うだつも上がんねえのがよ、横によ、きれいに化粧して髪の毛もセットして、いいドレス着た姉ちゃんが、接客してくれてんだよ、お前。な、んなことは世間じゃありえねえんだから、金切ってやれよっていう話。能が汚れてんじゃねえよって。うだつも上がんねえ。おめえ会社じゃおめえ女子社員からなんて言われてんだよ。あいつくせえなとか言われてんだから。そうだろ？はっきり言っちまえば。金払えよ、横に、なあ、いい姉ちゃんが来てくれんだから。だから文句なんか言ってんじゃねえよっつうの。クソ野郎がよ。回収しようとすんなっつうの。萌も全身脱毛に50万かけて頑張ってます。VIO か。ああ。にゃら。高須クリニック。いいね。トゥントゥルンじゃねえかよ、おめえよ。ああ、恥ずかしいじゃねえよ、おめえ。おめえ、あれだろ？美容外科行ってよ、膝抱えてくださいとか言われてんだろ？なあ。昼からやめろよ。言われてますだろ。膝抱えてくださいとか言って。何飲んでも、俺二階堂の水割りしか飲まねえから。レーザー脱毛だからな。パチン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 ってやるんだよ。いや、女子はな、野郎はな、そんなとこはな、あんまり気にしねえけど、女子はな、結構金かかんだよ、化粧品だってなんだって。そうだろ？俺のよ、あの放送ロムってる女子連も、そうなんだよ。金かかんだよって思うだろ？なあ。チャラ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 よ。なあ、キャバクラで働いてるだけじゃねえんだよって。出勤するにもドレス代が店からおめえ搾取されるし、送り代だってよ。ああじゃねえ、こうじゃねえって。ああ。いつまで寝かな、害がなきゃずっと泳がすよ。ああ。いや、俺はだって東京でそういう女雇ってたから。店やってたじゃんか、12年。んだろ？ポッポちゃんちょっとやばい人。知らねえ？こんなやつ。今日来たばっかだよ。今まで来たことねえから。だからポッポも何言って、なんか敷居屋みてえなこと言ってっけど、ほっといてる。あんまりにもうるさかったらブロック入れちゃうけどな。何をネカマ認定してんのかな、みたいな。そんなこと言うもんじゃないよ。
なあ。もいちゃんと俺が普通に会話してんの、なんか、イラってきたのかどうかわかんないけどよ。そういうとこがよ、なんか小せえんだよ、ポポちゃん。てめえのケツの穴が小せえんだよ。いいじゃないか、楽しく、なあ、楽しく話して、みんなが、それで別に嫌な思いしてねえんだからよ。おめえだけだよ、そんなこと言ってんの。バカがよ。いや、今延長しようと思ってる。はいよ。わざわざありがとう。俺ね、結構延長忘れで、配信終わったりするんだよ。でも、例えば今370人ぐらいいるじゃん。でも、終わっても、あ、やっちまったなとか思うけど、また開けりゃ同じぐらい来るから。俺の放送は何時に開けても、だいたい300から350人ぐらいは安定だね。ああ、ふわっちはね、なんか人数増やすの苦労してる配信者多いよね。聞いてる？トムちゃん。トムス聞いてる？増えないね。ダックテルっていうか、俺クセっ気だから、まあだらしなく伸ばしてるだけよ。昨日よ、俺ブリッジかけたのよ。トムスとコテツはゴミだね。いや、わかんないけど。いや、コテツは、あの、どうかな。電車賃がないのに、南まで飲み来ちゃうぐらいだからね。ああ。萌ちゃん、昨日の俺の配信見てもらいたかったな。スーツ姿の、おいちゃんも結構ピシッって決まるんだよ。なあ。マスカラ昨日見た？おいちゃん。パチーンって昨日アンチいなかったもんな。パチーンと変わるよな。そういうとこは俺は、いや、ガタイ良くないよ、俺、ほら。みんな勝手にガタイがいいとか言ってるけど、ほら。そんなムッキマンじゃないよ。細身のスーツが似合いそう。そうよ。サクッとね。細マッチョ。だから、みんなはさ、配信者イコール、なんか、デブっていうイメージがあんじゃん。だから俺みたいなのはあんまりいないよね。
もうほとんどがもうなんか体言わして糖尿とかさ、どっか調子悪いとか。俺みたいにこの年まで奴ら生きれんの？あとよ、10年後まで、な、あいつら、この俺パターンになれんの？っていう話よ。ああ。無理かもしんねえな。10年後、あいつら、どうなってんだろうな。ボスのスーツよかった。ああ。ガメラ悲惨だもんね。ガメちゃん、なんか病院からね、少々お待ちください。フラットは、大花火決まった。あらーす、特命係長。です。ガメラはな、ガンだろ、あれ。激痩せだもんな。もう、だ、ホスピス行きだよな。転移してんだろ？肝臓癌から膵臓かなんかに転移だろ？もう、あと半年生きりゃいいんじゃないの？おそらくな。いや、俺、人のい、ね、生き死に、俺が、ドリンクがどんどん入る感じで楽しいです。俺？ああ、花火が上がるの？いや、まあ、いつものことですよ。まあ、その、畑もよ、センスの問題だよな。あとは、着る人間の問題。自分に合うか合わないか。だから、パイセンなんかは、もう、スーツ着慣れてないから、ダメなんだよ。もうどっちやかってチンドン屋みてえなの着ちゃうから。ティーレモンで、酒なんか飲むなよ。夜飲めばいいから。俺はね、さっきね、ファミマでね、俺の中では一押しの、冷麺。ファミマの、今俺の一押しは、盛岡冷麺。もう、ポッポちゃん、お前やっぱりダメなやつだったね。ごめんね、俺、お前大概バカだったの思ってたんだけど、もうウリタの名前とか出した瞬間、お前アウトだよ。何が絡めば良かったのにって。
おい。お前なんだこの野郎。バカがや。来んなよ、この野郎。パイセンもてめえが言いに行けよ。配信やってんだからよ。パータローがや。クソがや。なあ。何がてめえがおめえんなこと言ってんだよ。脳が汚れてんだよ、この野郎。なあ、相手にな、入れるコメントじゃねえよ。誰もよ、パイセンの話なんかしてみ。そういうのはよ、パイセンの話で、さっきな、前半戦で言ってた、そういう時に言ってこいよ。空気読まねえな、このバカよ、パータローよ。パータローっていう言葉、友達とやめとけっつうんだ。バカはバカだねとか、もう使っちゃダメだからね。ダメよ。アミさん。多分サムネが一番マックス自分でいいサムネなあげたと思うんだけど、俺の好みじゃないんでブロックでーす。さよなら。ひでえなって言われるかもしんねえけど。だいたいよ、サムネはよ、自分の一番いいのあげるんだよ。これかよ。あ、それは無理だよ。俺は、10月？ああ、まあいいよ。スエリス、あいよ。私のサムネはダメですか？いや、顔は映ってねえから、どうもなんねえよ。だって別に俺、アミちゃんにそんな興味ないもん。だからさっきも私免許持ってますって、何を俺を誘ってんのかな、みたいな。意味不明だし、東京来てくださいとか、なんで行かなきゃなんねえの。めんどくせえこと言うやつだなって。ここに、俺の引き出しの中では、アミ30は、ああ、そういう人ね、ぐらいの認識。ただ、別にブロックしなくてもいいや。余計なこと言わねえから。しつこくなってきたら、ああ、また考えりゃいいや。インド、いらっしゃい。チョコの別垢じゃないの。さあ、知らねえよ、あんな。萌えは名古屋にいるけど、会いたければ大阪に行きます。やめとけって。会ったら俺にちょっかい出されるから。ね。このおじさん、会ったレディースは、大概食ってるからね。大概食ってるから。確率、7割ぐらいで食ってるから。大体仕留めるよ。7割だからな。あ、いいさ、言ってんだろ。3割ぐらい逃すからね。
女子部が増えたってしょうがねえんじゃねえ。食われない方が目ど。だって俺から会いたいから会いに来てって言わねえんだから、向こうが勝手に会いに来るだけだからね。こんなあのおじさんにな。うん。っていうかお前らよ、最近おじさん人気なの知らないの？最近は若者は女子受け悪いからね。まず何が若者がダメかって言ったら、こっち持ってねえから。ああ。こっちねえくせして生きてっから。ああ。タバコ何吸ってますか？パーラメントの1ミリのショートを1日4箱吸ってます。ああ、同年代はね。おじゃうるさくないよ。うん。なんかどっか連れてってって言われたら、おいよ、脳はないから。ねんねえおめえよって、そういうの好きなのみたいな。コロナ不景気で親父株上がっとるんや。らしいね。ああ。萌ちゃんさ、もしかして、両親離婚してる？ねえ。これ俺の読み当たるかな？片親の女子は、おじさん好きになるっていうこのデータは出てんだよ。ああ。父親不足が招くよ。して、ほら、来たよ、ほら。佐野ちゃん読みがちベード、決まった。あだす。予測、俺さ、今度さ、占いやっちゃおうかな。ねえ。マジで。決まっちゃってるよ、俺。もう、決まったーだよ。いや、すごいんじゃないんだよ。いやいや、萌えちゃんとは始まんないよ。あの、だからさっき、フラットは、あの、大笑び、決まった。あざーす。時給アップ、ありがとうです。ねえ、うなさん、お店でそれやりたい。だからもう自分の店でやれよ。早く店、開店すればいいじゃないかよ。今、月収いくらですか？だから、そういう人の財布の中身を、下水、こと言ってる時点で自分の財布の中身は増えないよ。マジで。例えば、翔さん、お前さ、飲み行った時、お前、今日いくら持ってるって聞いちゃう？俺、そんなやつと一緒に飲み行きたくねえな。マジで。お前らどう？俺さ、お前今日いくら持ってるとか聞くような人間と飲み来て、俺は嫌だね。マジで。知事や市長がパータロー。だから、まあ、増えてんだろ？うん。大村とかあの辺がもうパータローだから。なあ、神なんか別に、の関係ねえよ、つって、なことよ、つって。たんだけど、ちょっと待ってろよ、つって、俺、その辺行って ATM で金下ろしてくっから。そういう話だよな。
なんもいちいちよ、うるせえこと言ってんじゃねえよ。いや、としみつ、誘われたのに割り勘とか、もうその時点で、もう、言ったんだろ。誘われたからって、おごりっていう、もう、その脳みその感覚はダメよ。言ったら、もう、てめえの財布の中には、ある程度の銭金は入れとかないとダメだよ。な。いや、俺はカードは持ってないよ。別な意味ね、俺はブラックだから。うん、カード会社から。だから全部現金。うん。そうよ。全部現金、お財布の中にぶっ込んでるから。としみちゃん、誘われたのに割り勘とか、今、ね。相手は男ですよ。いや、それが意味がわかんない。で、行かなきゃいいじゃん。いや、昔は俺、カードは持ってたよ。うん。アメックスのゴールドまでは行ったけど、まあ、やらかしてパンクしたんだけど、うん。あんなもん誰でも持てるよ。待てよ。誘って飲んだら払ってやれよ。いや、関係ないよ。割り勘にしてんだから。おごってもらったわけでもねえし。ああ。待てよ、くん。人の財布当てにして、ね。家来て、財布の中から銭金持ってくのは、お前ら、どういうこと？ね、泥棒猫がよ、クソ野郎がよ、やっぱり泥棒だったんだよ。結構です。何が仮にも男の、ああ、もうか、結構です。ああ。そうそう、萌ちゃんの言う通り、金がねえんだったら、あ、これね、教えてやるよ。キャバ嬢ここで、ロムって聞いてるけど、危険なお客の見分け方。最初現金。カードになった。次に現金になって、もう一回カードになって、次に現金になった瞬間、そいつはアウト。わかる？うん、現金は、わかんねえんだ。教えてやろうか。財布の中身に金がねえから、あ、金があるから、最初は景気よく金切るんだよ。でも、金がねえからカードに走るんだよ。月末の決済が降りねえから、今度は財布の中の現金に切り替えるんだ。カードは切らなくなる。でも、今度はカードが止まるから現金に変わるんだよ。だから、現金、カード、現金になったらもう要注意だよ。
赤信号。もうそろそろ、気をつけた方がいいよ。そういう客からは。ああ。わかった？お前ら。俺も自分の店で使ってる女に、言っといたろ。気をつけろよ。何でもかんでもカード切ってりゃいいってもんじゃねえんだからよ。職業は聞いとけよ。金持ちはだいたいカード払いですね。みおちゃん、これがね、金持ちは意外とカード使わねえんだよ。みおちゃんは分かってないよね。金持ちほど現金で会計するよ。カードは足がつくから。金の流れが見えちゃうから。わかる？カードは一切出さない。本当の金持ちは。ああ、だからミオちゃん、経費で落としてるようなやつは金持ちじゃないんだよ。領収書をくださいとか言ってるのは金持ちじゃないから。あった？小せえんだ。タクシー乗っても領収書。どっかで食事しても領収書。何言ってんだ、このバカ。お名前はって言われて自分の本名を言えねえような、自分の会社の名前も言えねえようなやつが結構いる、意外と いるだろうな。またうちの社長こんなバカみたいな金使ってって経理に言われるんだから、アホだわ、うちの社長。ああ。まぬけだわ。いや、もう、上様って書かせりゃまだいいんだよ。空欄でって始まるから。そうすると、経理に、カーボンで上から、書かせんだから。ああ。まあ、損金で入れれる分は使った方がいいと思う。だけど、およ匿名かかり嬢は、決まった。あらす。使える分はね、それは、税務署は認めてる分だから、いいと思うよ。領収書を書くバイトをしたら、お前らよ、領収書って売れるの分かってる？ねえ。買ってくれるとこあるで、領収書。うん、空の領収書を買ってくれるとこあるで。
なんすかそれって思うかもしんねえけど。皆さんの理論は使いすぎるやつはアホってことですよね。的確な。あ、だから自分がそうだったから。俺月間、そうだな、飲み屋にいくら落としてたかって言ったら、300万ぐらいは使ってたね。うん。あ、もっとかもしんないね。だってよ、キャバクラよ、3軒はしごして、1軒で2万だろ？ 3 軒で6万だろ？で、その3軒のうちのどっかで、アフターでホストとか連れてって、もう10万飛ぶからな。だからおめえ、客引きが、お疲れっすとか俺に挨拶すんだから。なんでおめえんとこよって。立ちんぼよ。いやー、今日、やばいっすよって。なんだよ、キャスト何余ってんだよ。いや、もう待機多くてって困ってんだよ。じゃあ行ってやれよ。インカムで上に聞けよ。な、佐野さん上がるよって。リップ空いてんのかよ。じゃあ奥開けろよ。店長いんの今日。うん、います。ちゃんとしろよ。おかわり取ってくるよ。あと俺は車で